世間ではとんでもないニュースが、飛び交っております。私もこのニュースを聞いたときはちょっともう本当に飛び上がってしまったんですけども、堂本剛くんがね、まさかの俳優復活といったことで、今ちょっと世間が話題になっておりますが、ちょっと、そのお話はもちろんしたいんですけども、そのお話の一個前を言うんであれば、まだこの公式から正式に発表があったわけではないですよね。週刊誌のリーク情報によってそういった話題になっているといったことで、これはちょっといかがなもんかなと。いや、そのニュース自体はもちろん嬉しいですけども、できれば公式からね、きちんと、そういったお話があってって方が気持ちよく受け取れはしましたよね。だからもちろんその情報が早く入るのはありがたいですけども、ちょっと余計なことしてくれたなという感じはあるかなと、思いますけれども。でもまだね、具体的なことはちょっと全然分かっておりませんので。まあでも映画となるとね、そんな撮ってすぐドラマのようにはいきませんので、まあ1年以上は、あと来年の公開なのかなとは思いますが。それで、一応、私もね、その、俳優、堂本剛、勝つと言ったことの動画を撮ったんですけども、ちょっと週刊誌の情報に踊らされてるのもあれかなといったことで、公式の方からきちんとね、お知らせが出てから、そういった動画を撮らせていただきたいなと思っております。何せよ嬉しいですね。やっぱ剛くんの演技力ってね、やっぱ抜きんでる、ものがね、ありますから、やっぱ過去いろんな作品でね、いろんな感情をいただきましたし。だってさ、今の若い子はさ、その、俳優業、ドラマに出ていたやっぱ剛くんと浩市くんを知らないわけじゃない。ね。それこそ10代とか20代の子は、あれ、この二人ってなんか演技してたんですかみたいなね。その当時のドラマ、こちらから歩み寄ればあれですけれども、なかなか再放送とかもね、ないですし、またでもこの40代、または50代になってからの二人が演技という幅でね、テレビ、ドラマ、映画とかで見れたら嬉しいな、なんていうふうにはね、思いますけれども。なんかそういった未来も思っても見なかった未来なので、また俳優業やってくれたらね、非常に嬉しいですよね。はい。といったわけでございまして、とにかく、皆さんと一緒に情報、公式から出る情報をね、待ちたいなと思っております。はい。それでは、今週も参りましょう。レディオで、はやチャンネル。だから、ドラマじゃなくてね、映画ってあたりがちょっと、びっくりですけれどもね。スクリーンで剛くんが見れるっていうのはちょっと嬉しいなぁと思いますけども、でもおととしとかは結構映画館行ってたんですけどね、2023年って振り返ったら一回も行ってないか、もしかして映画に行った記憶がないな。2022年はドラゴンボールのね新作もあったり、ワンピースのレッドとかもありましたし、あとスラムダンクもそうか、いや2022年に僕も見てましたんで、そうだね、なんかいつの間にかマーベルシリーズとかも映画館行かなくなっちゃったしっていうのもあって、そうね、だから映画館に行こうと思う作品がなかなかないのかな最近と、自分の中でそうなのかなと思いますが、いやーこれ2024年も今のとこ何かが公開になるって楽しみだなみたいなのをないしな。なんかちょっと映画館が遠ざかっちゃってる感はありますけど。でも映画館に行くときに、なんかもう誰かと映画館に行ける体じゃなくなっちゃって。だからそれこそ友達と一緒に行っても、行ったんですよ。アベンジャーズの時ね。行ったんですけど、席は離してみましたからね。隣にいるとなんかちょっと落ち着かないみたいな。で、毎回恒例になってる。ワンピースの映画は、うちは母親を唯一やっぱ連れてくっていうね、毎回これ恒例行事としてあるんですけども、その時はさすがにね、席離れるわけいきませんので、なんかこう、やっぱ気になっちゃうんですよね。ここ理解してるかなとか、これ意味分かって見てるかなみたいなので、常々気になっちゃうんですよね。補足入れたくなっちゃうみたいなね、やつありますけども。だからなんかダメだね。横に人がいる環境がちょっともう無理かもしれないな。
ずっとこの先映画はもう一人で見る、もんになっちゃうかな。いつからそうなったんだろうな。あの、だからコンサートとかね、ライブは今のとこは誰かとこう同行するみたいなのがまだそっちの方が落ち着きますけど、いや、いつかこれも一人がなれるみたいになんのかな。いやー、なんか、年取れば取るほど一人が楽だなってちょっとなっちゃってるとこだよね。うん。遠征とかもね、遠征とかも誰かと一緒よりかは、もう一人の方が時間も決められて楽だもんな。良くないな。良くないぞ、こういうね。うん、誰かとやっぱ協調とかこうね、和を乱さないみたいなこともやっぱ時には必要ですからね。そういうところにやっぱ身を置くことも大切ですからね。今ちょっと自由すぎるんですよね。自分で全部決めちゃってますから。ね。スケジュールも。起きる時間すら今、縛りはね、ない生活になっちゃってますから。でも、でもこの先の人生を考えると、ちょっとね、それじゃまずいぞ。自分っていうね、感はありますけども。ではね、早チャンネル。まあ、服をね、それこそあの、ZOZO タウンとかで買うときに、まあ、サイズとか結構ね、皆さんも気にすると思うんですけど、靴がさ、どうしてもやっぱり、ね、ネット注文ってなると、まあ、ZOZO タウンに限らずですけども、ネット注文ってなると、なんかどうしてもやっぱこうしっくり来ないっていうので、あの、前から気にはなってたんですけど、あの、ZOZO マット、ってやつで、こう、足の形を計測すると、あの、サイズがね、分かるようになりますよってやつが あるじゃないですか。で、やってみようということで、で、あの、マット無料で送ってくれるんですよね。そうそう。それでアプリ起動して、その形はめて、角度をこう変えながら、すごいですよ。なんかもう音声に従って、この角度から撮ってください、みたいな、あの、やつやると、あの、ちょうど自分の足のサイズに合うやつっていうのがあって、で、やっぱりメーカーによってね、例えばスニーカー一つにしても、やっぱナイキやアディダス、ニューバランスにしたって、やっぱ自分の足のサイズと、そのパーセンテージみたいなのが出てくるんですけど、やっぱこのメーカーだと27がいいですよとか、僕基本 7.5 か8の間なんですけど、いや、意外とね、僕足大きいんですよ。うん。背が小さいくせに。いや、やかましいわ。ね。そういったことも入れながらね、やってますけども。でもそのマットで入力した時が、やっぱ自分が本当に合ってるかどうか心配なんで、以前購入した、まあ革靴があったんですけど、その革靴が結構ブカブカだったんですよ。20それこそ7か7半ぐらいを目安のやつだったんですけど、でもその、あのマットのやつを入力したら、このメーカーだと 25.5 か6がジャストですみたいな感じで出て、で、あ、間違ってないわと。いや、大変だったですよ、革靴ね。本当に、お父さんの靴履いてる子供じゃないですけど、本当ブカブカバタバタしてて。だからそれを踏まえて、ちょっと今後は、あの、スニーカーを、なんか、堂々と勇気持って買えるなっていうのはね、あります。皆さんもね、もしよければ、その、ZOZO マットってやつね、おすすめです。ただ、僕まだその、計測してから買ってないので、なんとも言えないですけど、でもまあまあまあ、すごい、性能の時代になったもんだなというのは本当ね、思いました。もし買ったらまた、ちゃんと合ってたよっていうのは皆さんにね、お伝えしたいなと思います。レディオで、はやチャンネル。さあ、先週のコメントをいただいておりますので、そちらの返信を行っていくんですが、ちょっとですね、ラジオとは別のところにいただいているコメントなんですけども、ちょっと読ませていただきますね。KC さん。実は私、高校の時同級生です。中高の時、KinKiKids が好きだったので、つよしくんに似た、キッシーさんと仲良くなりたいなと思いつつ時が経ち、YouTube で見かけてから密かに応援しておりました。そんな中、家族でモノノフとなり、この度、かなこちゃんとの結婚、大好きな二人が結婚だなんてもう幸せな気持ちで仕方ないです。キッシーさん、これからも応援してますので頑張ってください、という、コメントをいただいておりました。いやー、これはちょっとね、なんかびっくりしましたね。高校の時の同級生の方なんだ。いや、高校の時からだから僕がやっぱキンキ好きだよって公言してたのが皆さんこれで分かりましたよね。分かったと思うんですけども。誰なんだろうね。ちょっと。気になりますけども、まあまあまあ、でも詮索はしないでおきましょう。ああ、そっか。いや、すごいね。仲良くなりたいなと思いつつ、時が経ちって、すごい時経ってるじゃない。
いや、同じ時代をね、あの時は過ごしましたね。キンキキッズが、だから高校、ね、我々が高校生の時にキンキがデビュー、CD デビューしてね。いや、本当にね、すごい時代でしたよね。だから、高一派、強し派、みたいなね、あった時代ですけれども。なんだね、高校の時に声かけてくれたらよかった。喋ったことないってことでしょ。すごい、本当誰なんだろうな。すごい気になるけど。まあまあでも、ありがたいですね。まあでも、もののふにもなって、ってなると、やっぱね、そんなやっぱ幸せなね、ニュースが飛び込んできた時は、本当嬉しかったと思いますけれども、はい。まあ、こんな形でちょっと一方的な、あれで申し訳ございませんが、今後ともね、動画通して仲良くしていただけたら幸いでございます。こういったつながりもあるんですね。はい。そういったちょっと皆さんにも、聞いてほしくて読ませていただきました。はい。というわけで、ラジオのコメントの返信の方に参りたいと思います。まずは、つよしさん。つよし紫でつよしさん。こんばんは。東京ドーム2回、京セラドーム2回行って余韻に浸ってたところ、耳を疑うようなニュースにびっくり。娘や友達、いとこでいいのかな。大丈夫？よかったね。おめでとうの LINE がたくさん来ました。皆さんは大人ですね。私はショックでお会いする気分になれず、でも一週間過ぎ、やっと立ち直れましたと言ったことです。だから先週はだからやっぱコメントするような、まだあれではなかったということですけどもね。うん、まあでもこういうものは、やっぱり時間が経つにつれてね、いろいろと心境の変化があるものだと思います。うん。それが人生ですので、なのでまあまあまあこれからまた変わっていくと思います。いろいろね、心境の変化があると思いますが、まあ、一緒にね応援していきましょう。ありがとうございます。ゆだかさん、いつもありがとうございます。ショックなのはわかるけど、これ光一くんのショックじゃないですね。普通にショックを受ける方のショックで、ショックなのはわかるけど、何があっても攻撃したり攻めたり煽るようなことは違うと思う。かっこ見たくなくても上がってくる。銀テープ神、銀テープと神ね、銀テープ神抽選会楽しみですと。アイコンが半分クリリンだからそう思う方もいますよねと。先週ね、クリリンの動画上げないんだったらもうやめてくださいみたいなね、コメントいただきまして。またたまにショートで、かっこ簡単なやつでいいのでクリリンも見たい。ウーバーの話何気に好きですと。ありがとうございます。そうね。まあでも、ショートか。まあでもショート動画でも一緒な気はするけど、ショート動画見ると、いや自分もそうだけど、ショート動画見ると、あ、その人のこと気になるな。YouTube のチャンネルに行ってみよう。で、そのショートと関係ないことが上がってたら、やっぱ見ないですもんね。うん。だから本当はクリリンだけのチャンネルがあってって方がいいんですけど、多分クリリンだけのチャンネルだと、僕は本当に多分100、登録者100もいかないというね、自信がありますけれど。ありがとうございます。そして山下真由美さん、剛くん推しの岸さんを応援しています。ありがとうございます。ここにてすごいシンプルな、ね、生配信でもねコメントくれますけれども、ありがとうございますね。推しが好き同士の推し、よろしくお願いできればと思います。あさりさん、チャンネル登録してる人だけ機能とかあるんですね。最近スパちゃんも初スパだけでなく切り番が表示されるようになってて、いつか自分が切り番出た時引きそうで怖いと。なるほど。100とか出んのかな ?100 とか。地下研究所ライブめちゃめちゃ楽しみです。DB のね、DB 芸人の地下研究所ライブあります。チケットまだありそうなら弟とか声かけてみようかな。あ、いいんじゃない?ぜひ、もしドラゴンボールが好きならね、面白いかなと思いますけども。これかけてください。エレベーター住人側だった頃は宅配の人とタイミングが合わなかった時、自分の階で降りる時に1回ボタンを押して、あ、押して降りてましたと。優しいですね。実際効果あるのかわからないけど気持ち的にと。いや、ありますよ。それはすごくね、お心遣いありがたいですね。そういう風にね、うん、まあ、自分もなるべくそういうようにしてますけどね、うん、そうやる方になった身で分かるようにねなってきましたけどね。そして追伸、そういえばシャーマンキングのフラワーズ見てますか。フラワーズ原作は読んでなかったので、懐かしくて楽しみですと。なるほど。急にシャーマンキングの話僕しましたっけ先週。シャーマン日本、シャーマンキングはね、原作を読んでたんですけど、途中でジャンプ終わっちゃって掲載が移ってからは読んでないので、そもそもだからシャーマンキングがどうやって終わったかを知らないんですよね。
でもアニメでやってましたよね。それをまず見ないとダメか。フラワーズって言われてもっていう話なんで、うん、ちょっとそのシャーマンキングをまず完結させないとダメだね、うん、すいません、ありがとうございます、おすすめ。はい、そして K-by-3 さん、こちらもいつもありがとうございます。ついにキッシーさんも銀手心、私はライブ後銀手心になった友人から連絡が来ていただくことができましたので、今回は応募せず応援だけさせていただきます。送料負担とは最上級の銀手心ですね。配達代金、準備はしていても確認のつもりでおいくらですかと聞いて少し時間をかけてしまってました。おお、なるほど。時には寒くて大変でしょう、風邪ひかないでくださいねとか話しかけてみたり、配達員さんにとってはとにかく時間が大事、言われてみて気づかされました。次から早めに切り上げます。ちょっと間違ってるかもしれないなこれ。まあまあ、配達代金がおいくらですかっていう方はいますよ、結構。うん、でも実際出すときはもう用意してくれてる。一番困るのはだから、その聞いてからドア一回閉めて取り行って、すごい待つみたいなやつね。来んの分かってんだからね、準備しといてほしいなっていうのはありますよね、うん、その方のペースに巻き込まれてるというかね、うん、で、そのこのね、一声寒くて大変でしょう、風邪ひかないでくださいねっていうのは時間短縮より欲しいです。はい、そういう一言はね。すみません、なんか わがまま言っちゃってるみたいであれですけども、いやいや、そんなもう温かい言葉ほど、励みになることはね、ないですから。配達員にとって時間は確かに大事なんですよ。どんだけやっぱ早くかっていうのはあるんですけど、もう一つ、配達員はね、喋らないのよ。喋るタイミングがないから、喋るタイミングも与えてあげてもいいかもしれませんね。はい、ありがとうございます。そしてダンボさん、ありがとうございます。銀手心の動画お疲れ様でした。私は運よく一本自力で手に入れることができました。今回は対象ではないのでコメントなどするとややこしくなると思い、おとなしく配信見させていただいてました。当選した方おめでとうございますと。すいません、ありがとうございますね。そんなお気遣いをいただいてたんだ。なんか気遣っちゃって申し訳ないね。うん、ダンボさん、ローマ字のダンボさんも来てたから、確かにダンボさんがいっぱいになっちゃうなっていうのはね、あったかもしれません。たまたまですけどね。いやいや、でもそのお気遣いが本当素晴らしい。ありがとうございます。そして、チーホッツさん、キッシーさんの SNS、YouTube でのコメント、どれを見聞きしても純粋で綺麗なファン心をお持ちの方で、とても、尊敬しておりますと。いや、ありがたいですね。そんな風に言っていただけるのは。うん、まあでも、ご迷惑をかけないようにという気持ちがやっぱ一番ありますんで、本当それのみですね。で、僕がもう本当に、この芸能の仕事とかも以前にね、やっぱ若い時からずっとお二人を見てきて、やっぱこう助けられてきた人生だと思っておりますんでね、そういった感謝がなんかこう、うまくお二人にも届けばいいなっていうふうに思って、常々やっております。はい、まあでも本当にそんな風にね思って、コメントいただけるのだけでも本当ありがたい限りでございます。皆さん今後ともぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、また今週いただいた、ラジオの方のコメントには来週返信しながらお話ししていきたいと思いますので、ぜひ、コメントしたことないよって方もですね、お気軽にコメントにしていただければと思います。レディオで、はやチャンネル。はい、今週の配達情報でございますが、今週マーボカレー、マーボ豆腐とカレーが合体したマボカリっていう、カレー屋さん、マーボ屋さん、マボカリっていう、あるんですよ。で、僕配達するとき別にその料理についてなんか、特に何も思わないようにしてるんですよ。ね、気にないじゃないですか。美味しそうだなとか。うん、でもそのマボカリっていうのがなんかネーミング的にも見た目的にもなんかすげえうまそうだなと思って、でこれは今度まあ自分がね、この店の近く来る時あったら食べこようと思って、それを持って配達してたんですよ。そう、それで配達先着いて、普通の建物と違くて、なんかオートロックがその住人の方しか解除できないから、要するに玄関前に着いたら電話かメッセージを、くれという指示があったんですよ。それで、建物ついて、そのメッセージ送り、到着しましたって送ったんですけど、返答がないと。で、電話かけた、電話も出ない。
うん、それでもう一回メッセージ、あの玄関まで待機してますって送ったんですけど、もう4分か5分ぐらい経っても返答がないんですね。それであのご存知の方はいると思いますが、10分間ね、そこに着いてから10分間何の音沙汰もなければその料理は廃棄になります。はい、もうその方に届けることなく、あの処分なりしてくださいという指示が出ますね。で10分経っちゃいました。お、それでこのマボカリ、しかも2つ入ってたんだよね、うん、マーボカレーで、まあ、もったいないし、でそっからまあ家の方までそんなに離れてなかったんで、そう、それで2つあったから、これ1個母親がなんか食ってもらおうかなと、い、あの1人ですとさすがに2つは食えないんで、そう、それでまあ、1回ちょっと仕事切り上げて、そのマボカリをね二つ持って家に置きに行ったんです、一回。で、そのまま、まあ、あの、他でバーっとちょっと仕事し、あと数時間して、で、家帰りましたと。で、そのマボカリをね、母親がじゃあ食べるってなって、ただ、丸々一個は食べれないと。量的に結構あるから、丸々一個は無理だといったことで、じゃあちょっとその少量自分が取れる分取って、うん、あの、食べたらいいんじゃないのっていう話になったんですね。それで、あのね、ロースカツが乗ってる方と、そうじゃないプレーンタイプがあったんですよ。そのプレーンタイプの方の、まあ、お米と、そのマボカリを、うちの母親が、ちっちゃい小分けにこう、よそいで、それを食べると言ったんですけど、まあ、その、カツが入っていなかった方の、マーボが強すぎて、その、なんていうんですか、あの、山椒じゃない、なんだか、花に、なんか、あの、胡椒とか、ホアジャオっていうのか、ホアジャオっていうあの、ちょっとあの、ピリッとするやつね。そう、あれが結構入ってて、で、うちの母親もそういう辛いやつとか食べれないから、でも食べて、はぁってなってたから、あ、これはまずいなと思って。それで、ロースカツの方が若干、まあ、こっちも辛かったんですけど、若干まだ食べれるかなぐらいの。うん。でも僕も、やっぱ辛いなって感じたんで、うちの母親に相当きつかったんじゃないかなと。まあ、それで、まあ、うちの母親、その、食べて、その、なんか、口がやっぱちょっとヒリヒリするから、なんか甘いものはない、チョコレートとかないかっていうから、あ、それだったら、なんかアイスかなんかをね、食べたら、その、アイスの甘みと、あれで、口の、しかもヒリヒリするのもね、抑えられるよっていうので、あの、ちっちゃい雪見大福買ったんですよ。なんか9個ぐらい入ってるちっちゃい雪見大福買ったんで、それ食べたらいいっつって、で、あ、これはいいわっつって、雪見大福食べてたんですけど、それで数分したら今度うちの母親が寒いって言い出して、悪循環じゃん、もう。それで、じゃあもう、あの、あったかいお茶飲むしかないよって言って、あったかいお茶飲んで、でしばらくしたらトイレが近くなってきたっつって、もう何やってもダメだっつって。そう。で、その日は、もうそれで終わったかなと思ってたんですけど、あの、次の日に、まあ、うちの母親に言われたのが、その、昨日あの、すごい辛いのを食べて、なんか、全然なんか、寝つけなくなったと。そう。で、寝ても、なんか1時間も経たないうちに目覚めるみたいなのを、なんか5、6回繰り返して朝になったって言ってたんですね。うん。なんか体覚醒したんでしょうね、多分その、普段、摂取しない、ね、そういった香辛料とかが体に入ってきたから、ほんと食べないです、うちの母親、そういうやつを。だから、それでもう体がだからびっくりしちゃって、そう、寝つけなくなるっていう。いやー、なんか、申し訳ないことしたな、つって。まあ、だから今度はね、やっぱその、廃棄とはいえど、もうちょっと、物を選んでね、食べてもらいたいなと、思う限りでございます。皆さんもよければ、麻婆カリ。まあでも結構辛いです。麻婆の、辛味みたいなのが苦手な方は、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですけども、いかんせん、その、わかんないです。辛さ加減とかも僕は人が選んだやつを食ったので、わかりませんけども、ぜひぜひ、見かけたら食べてみてください。というわけで今週もエンディングでございますが、告知かね、
告知をします。まず直近のとこから言いますと、来週の1月31日水曜日、はい、これちょっとまだ仮ですけれども、もしかしたら、久々にですね、R 藤本さんの水曜はじけて混ざれというニコ生の番組があります。ニコ生最高番組、はじけて混ざれに出るかもしれません。はい、また出ること決まりましたら告知させていただきます。 SNS でね、いたしますので、フォローもぜひお願いいたします。そして2月1日の木曜日に、P グッズの抽選会ということもあるので、抽選会生配信をやる予定です。はい、これも仮になっておりますが、まあ、やらなかったらすいません。そして2月4日の日曜日に、プビリットパロさんというね、バンドのイベントの方に、出演させていただきます。 DB 芸人がたくさん出ますので、ご興味のある方は調べてみてください。そして、2月の23水曜日、こちらは東村プロが、ラジオの公開収録を行います。私は出ません。私はエントリーケリーのフェスに行くからです。はい、最低です。はい翌2月24日、こちらはですね、スタジオ門田くん、後輩のね、スタジオ門田くんが主催になっておりまして、 DB 芸人研究所ライブというのがあります。こちら初めてね、このライブです。まあ、ネタもありますし、コーナーも、たくさんやる予定になっておりますので、まあ、この間も言いましたが、フェスついでに関東に来てる方、ぜひね、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。そして3月、まだチケットは発売になっておりませんが、3月の29ですね、最終週の金曜日に東村プロライブ、おそらく春の陣になるのかな。はい、東村プロライブは次回は3月29日に、ございますので、ぜひ、私も体調を崩さないように気をつけますので、ぜひお時間ありましたらスケジュール開けて見に来てください。はい、といったわけでございまして、まだまだ寒い日が続きますが、皆さん体調など気をつけてお過ごしいただければと思います。岸でございました。おやすみなさーい。